太陽系の皆様、本日もお疲れ様です。有星卵です。今日は、令和2年の2月11日です。日本がね、建国された日らしいですけどね、僕はね、朝から、桃の木にスピードスプレイヤーっていう機械で、このね、スピードスプレイヤーっていう機械で桃の木に油をまいてました、水でね、水とうまく攪拌させた油をまくことによって貝殻虫を駆除する、ことができます、その一環で、油をまいてます。油をまくと、特に貝殻虫はですね、貝殻虫はろうそく成分でね、体が覆われてて死なないんですよね。とても強いんですよ。それで貝殻虫が枝にくっついてるとね、もうたちまちその枝は枯れてきてしまいます。今天敵が少なくなってきたのでね、貝殻虫が発生するっていう、ところが地球上にはとっても多いと思いますけど、予防のためもあるし、この油をまくことはね、そして、この油は食用油ではないんだけど、天ぷら油とかね、そういうサラダ油みたいなものでも応用が効くと思います。僕は野菜でね、野菜のナスの木とかそういうのを作ってた時に応用してやったことあるんだけど、サラダ油とかをスプレーの中に入れて虫にかけてもね、結構死にますね。他、葉っぱがない時期だと灯油も実は、虫を押さえつけるのに、効果はあります。霧吹きじゃやりきれないので、このスピードスプレイヤーっていうのを使ってます。これだいたいね、400万円以上する機械ですけどね、中には500万600万円っていうようなね機械もあるけど、うちのは470万くらいのやつかな。結構高くて壊れるとね、故障したり、壊れると本当に、修理費がかかってね、困りますね。今日は午後になって風が吹いてきたので、また別の畑は明日か、また別の日にね、しようかなと思います。本日もお疲れ様です。